それでは祭りの地獄と言われております焼き鳥をレポートしたいと思います。皆さん、全世界に配信されますけど、肖像権大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあ一番手前にいる辻さんに話聞きたいと思います。迷惑です。お待たせください。焼き鳥どうですか？暑いっす。暑いですよね。西日だし。やめて。違うし。炭使ってるし。それ暑いですよね。どうですか？美味しいですか？美味しいっす。うまい。いや、それも愚問でしたね。じゃあ次の方。あ、ハットが。ハットがお似合いの。ありがとうございます。西村です。西村さん。いつもありがとうございます。何もしないですけどね。毎年焼き鳥ですよね。いや、去年はかき氷やってました。かき氷、はい。どっちが今んとこやってて楽しいなって思います？焼き鳥っすね。はい。かき氷意外と疲れるんで。いや、もう僕は焼き鳥絶対にやりたくないんで、やったことないですけど。はい。ちょっと時間ができたらぜひ。でもすごいいつもね、美味しいって好評なんでね。そうですね、肉がいいですね。今年はすごい人も多いらしいので、もうガンガン焼いてガンガン打って焼きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー、やっぱりね、焼き鳥すごいしんどいと思うんです。でも一番売れるんで、皆さん頑張ってほしいと思います。現場から以上です。